はい、どうも、ルミです。本日も汚れ消しゴム続きからやっていこうと思います。はい、この汚れ消しゴムももう今日でラストになります。いやー、もう長かった。結構やってたよね。パートなんとかとか私つけてないからちょっとはっきりわからないんですけど、多分6回とか5回以上に分けてやったのではないのでしょうかと思ってるんですけども、長かった。レベル147だからね今で、終わりが160ぐらいだったよね確か。だからはい、もうパパッとちゃちゃっと、やって最後綺麗にみんな、闇深く終わりましょう彼女の話を聞いて、だから彼女の話を聞いてイヤホンも取る。はいどういうこと？彼女の声がでかすぎるの？それともなんかもう聞きたくなさすぎるっていうこと？どういうことだろう？やばい、出た、また謎の現象。なんかたまにボタン押しづらいんだよね。で連打してたら次の問題を正解しちゃうっていう、ちょっと謎現象に発展してまった。ちょっと待って、163か。あれどこだ？あ、結構した。よし、ガミガミだよね。走る廊下わからんよ私、何もゴールクリアしてないよ。はい、こうしてネクスト。これが押しにくいんだよね。女性の話をよく聞く男。聞いてないよ全然。もう後ろの男もマジさ、お前に話してないのになんでずっと耳押さえてんのって話だしなんだなんだ、そのどんだけでかい声で話してんの。はい、いやでもお子外でお子喧嘩するのって嫌だよね。絶対に外でなんか人から見れるとこで怒る人とかも嫌だ。はい、廊下を走っちゃダメ。なぜか謎にクリアしてしまったやつ。廊下を走っちゃダメ。あ、お腹痛いんだこの子。え、廊下を走っちゃダメだから、え、これ、うわ、クソゲスじゃん。なんだこの問題。あ、事情があったのね、失礼しました。うわ、ごめん、本当にごめん。ちょっとこれやだ。うわうわ、なんで女笑ってんだお前、左の女。お前も女だから気持ちわかるだろ。おい、うわ、嫌だな。レベル149。彼女の秘密は、え、かわいいこの子めっちゃ。秘密は、なんか親指すっごいとんがってないこれ、お皿持ってる親指。彼女の秘密は目、二重み、あー違うか。なんだな、え、124ライクパンケ、え、この辺秘密。なんで私どこ消したらそうなった。パンケーキより自分を見せたかった女の末。あ、なるほどね。あ、だからさっき目がパチクリしてたけど、これが現実ってことね。うわ、ゼロライクになっちゃったじゃん。え、うわぁ、闇深いな。顔がいい、良かったら、いいね数も増えるってことなのかな。顔じゃん、結局。世の中顔じゃん。いや、そんなことないだろうけど。平等になろうよ。平等になろうよ。だから、こいつの存在を消そっか。こんないい男は消えちまえっていう。あははは。なんかいい男もちょっと焦ってるよ。男、あー身長ね、男は身長だね。身長低くなったとか、あーなんかズボンタリュンタリュンになったね。急になんかちょっとスタイル悪くなったスタイルだけで別女見てないと思うけどねで、そう、左の男たちもうっしゃーってめちゃめちゃ表情わかりやすいね男。家族を幸せにして、この飲んだくれを消しましょう。飲んだくれの存在自体を消しましょう。あ、存在は消、なんかめちゃめちゃ紙吹雪出てきたんだけど。酒がなくなった途端 DV の始まり、病院に相談した方が良かったね。うわぁ、まあダメ、これはもう、相談しよう、絶対に病院に相談っていうか、なんかそういう相談専門書みたいなないっけ。そういうとことかでも全然いいと思うし。うわー、アルコール中毒なのかな。アル中、その足の組み方すごいななんか絵の描き方すごい。それ家族をハッピーにして、家族をハッピーに、おばあちゃんが、おばあちゃんを生き返らせる、ドッキリ立ち悪すぎん、そのドッキリ。やっていいことと悪いことがある。それはそうよ。え、みんなハテナってなってるし。いや、だってお葬式まであげたんでしょ、こんな棺桶も準備してるってことは。うわ
えぐくない？お母さん、お母さんかな？これもしかして。ドッキリ。もう全然嬉し、ね、そんなこと、もうみんな誰も喜んでないよ。ドッキリってさ、まあ、なんか、たまにやりすぎなのもあるけどさ、こう誰か、やっぱみんなを笑わせるのが目的じゃん。こんなこと、よくないよくないよくない。幸せを分けて？なんか苦笑いしてるね、左の方を。幸せを分けて、あ、この子の結婚指輪消す。うわー、これであなたも独身ね、仲間よみたいな子はいいじゃん、結婚してても。大丈夫、男はまたいるし、そこまでは二人で遊ぼうよ。あ、離婚して今度、今相談乗ってるってことなのかな、もしかして。で、あー、それで喜んでるんだ。うわー、女ってやだ、こんな女あれでしょ、たなんか友達がさ、彼氏と別れたって言ったらもう喜んで相談乗るんだろうね、こういう人。性格悪。はい、刑を執行して、刑を執行して、だからこの紐を消す。うわー、うん、グロい、急にグロ要素入れてきた。さよなら。うーん、笑顔、笑顔、処刑に、処刑する人を笑顔でいられるの、もうサイコパスぐらいだよ、本当に。怖いって。はぁ、人殺してんだからね。邪魔しないで。邪魔しないで。こいつ？誰？覗くな、覗くな。え？違うの？邪魔しないで。ってことは、これのどっちかを消す。男？窓をぶち破ってきた。窓を。え？好きです。結婚してください。いや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 、その窓から入ってきた。絶対傷、怪我してるって。結構危ないよ、その隙間から入ってくるの。ラブレターでかっ。そしてラブレターがでかい。え、男はどこに行っちゃったの？うわ、怖っ。怖えー。完全犯罪して、さっきの、窓ぶち破れられた窓と一緒ですね。完全犯罪して、ハサミ？ん？違う。ぬいぐるみ自体、はい。これ犯罪っていうか、まあ、可愛いレベルだけどね。あ、妹のクマちゃんだったんだ。え？なんで泣いてるの？うわ、お姉ちゃん？性格悪いよ。出てるよ。素直に謝ろう。うん、そうすればきっと、まあ、この年頃だからちょっと許してもらえるかわかんないけど、うん、時が解決してくれるのを待つしかない。いや、でも嘘は良くない。うん、え、なんで泣いてるの？だから、しらばっくれてんね。電話会議中、ふざけているのは誰？ふざけているの？わかんない。誰もふざけてなくない？ふざけて、この人、メガネ。じゃない。ごめん、メガネで勝手に偏見だ。ん？この人、なんか、口の下変じゃない？どういうこと？ウェブ会議、仰向けにいるとバレないっす。節度あ、寝っ転がってたってこと？え、なんかさ、それ、なんか見たよ。某芸人さんのね、ネタで見たことある。ウェブ会議ネタ。やば。おもろ。え、ちょっと待って。答えの、正解の前の絵をもう一回見たい。なんか、口変だったよね、やっぱり。ふざけていたね。めちゃくちゃふざけてる、それは。でも面白い。ミーティング。これだね。あ、間違った、間違った。あ、やっぱりって。あれ？口の下変と思ったけど、別に左の下の人もちょっと微妙に変だし。これ、どうやって見分けるんだろう？なんかあんまわからんくない？服がちょっと上に行ってる。まあいいや。なんか正解したから私。あ、またここから戻るのか。じゃあ次の問題いきます。レベル158。元彼にいたずらしよう。元彼真っ黒のドレス着てて。彼女、あ、違う。いたずら？どういういたずら？服をウェディングドレス真っ白にするみたいな。うわー、これやだー。こんなんで結婚式会場来たら大迷惑じゃん。本当ならあなたの隣は私だけどね。いや違う、本当ならってなんやねん。本当ならってもう結婚してるんだよ、うん、今現在結婚式中なんだよ、うん、本当もクソもないわ。怖い女のこういうところ。運命の相手に合わせないで。運命の相手に合わせないで。パラシュート消す？どういうこと？運命の相手に合わせないで。おえ、あ、風？風を止める？
いや、これもしかしたらこの男を、あー違うか、ん風やっぱり、はい、あーそういうことか、あ、は男どこ行った、男は、あ、そういうことね、あれで助けてた男が運命の相手だったから、風をなくせば別無事に着陸できるから会わないで、あ、そういうことね、無事着地できたけどこのまま北の方に飛んでいきたい気分どういう気分、はい、悩みを解決、悩みを消して、悩みを消して、なんで赤い印、何これ、赤い印消せばいいの、あー、もう帰れなくなったんだ、迷子になって、うわ、せっかく目印つけてたのに、悩むなら実行して、うん、何を、骨になっちゃったよ、もう死んじゃったよ、はい、イケメンを消そう、イケメンを消そう、もう消せばいいの、もうもうそのまま答え言ってんじゃん、イケメンを消そう、あ、やばい、サメもちょっと消しちゃった、あー、サメ消しちゃったのダメだったかな、もしかして、イケメンを消そうだよね、こうだよね、はい、あ、違う、え、イケメンを消そう、イケメンを消そう、ん、実はこっちがイケメンだった説、え、イケメン消せない、顔だけでいいってこと、もしかして、消せん、サメ、サメ、イケメン、え、何を消せばいいんだろう、ああ、あ、そういうこと、イケメンを消そうってこと、私が消すんじゃなくて消すように仕向けるってことか、あの窓を消してみたんですよ、サメの、あ、そういうことか、え、やりすぎちゃったやりすぎだし、うん、イケメンピンポイントでサメも狙ったってことは、サメもイケメン嫌いだったのか、はい、幸せを分けて、幸せを分ける、幸せを消す、あ、つらいになっちゃった、あ、分けすぎた、つらなんだその一言は、うーん、あ、分けすぎた、つらなんだその一言は、あなたが幸せ分けてって言ってこうなったんだからね、責任取ってね、はい、一緒にいよう、なんか後ろにおじさんが、ゴリラおじさんがいる、一緒にいよう、一緒にいよう、子供を消してここに入るみたいなアイデア、あ、違うか、もうこの人、あの人多分いる、残しとかなきゃだよね、一緒にいよう、最後のも、あ、てかこれ最後じゃん、一緒にいよう、163が最後だから、え、なんかもうこの辺消す、でも一緒にいようだから一人じゃダメだよね、あ、待ってた、ちょ、子供を消しちゃったけどさっき、ごめんね、家族より僕といて、そのだけのためにこんな、おじさん、お母さんとお父さんどこにあったの、おじさん、え、じゃあこの二人になんかあれ友情が芽生えるみたいな感じなのかな、そっから物語が始まる、ちょっとそれはそれで面白そうだけどはい、ネクスト、終わったー、163全部クリアしました、いやー、すっごい面白かったですね、毎回もう本当に闇深いブラックな消しゴムだったんですけど、うん、もうやっぱりタイトルを闇ブラック消しゴム、闇ブラック消しゴム、闇深い消しゴムに変えた方がいいですね、これ本当に、前も言ったことあるけど、でもやっぱり最後の最後まで闇深いお話でしたね。